これにいたしましょう。各種音量や操作方法を変更できます。どれにしようかな。決めちゃいました。悩みますよね。決めちゃいました。みんなの物語です。あまり気乗りがしません。いってらっしゃい。弟や妹たちの世話が忙しくてなかなか遊べなかったって言ってたからな。タガが外れてしまったのだろう。気持ちはわかりますが、普段とのギャップが大きくて少し戸惑ってしまいますね。ユミ、ミノリ、ブラクボン、突っ立ってないで一緒に遊びましょう。わかりました。今そっちに行きますね。ユミ、いいのか。忍びの盆踊りの真っ最中なのだぞ。それに黒影様のことだって。今はひとまず置いておきましょう。あんなに楽しそうな夜桜さんはなかなか見れませんし。確かに。では一緒に遊ぶとするか。うん、実も大賛成。みんなで浜辺をかけっこしましょう。わしが一番早いですよ。ミリッケツには罰ゲームが待ってますからね。みんなひどくない？なんで私抜きで楽しそうにしてんのさ。てかてか、私のこと完全に忘れてたでしょ。忘れてた。あたし偵察に行ってきたんだよ。みんなのためになるかと思ってさ。私としたことがごめんなさい。いや、わしが一番悪いんじゃ。夏の日差しが眩しすぎてつい浮かれてしまいました。もういっか、許してあげる。夜桜ちんがレジャーに飢えてるのは知ってるし。それでエリジャのみんなの様子はどうだったの？なんかよくわからなかった。ミヤビチンはなんか考え事してるみたいだし。言ってくれるじゃないか。だったら今度はヘビジャの本気を見せてやろう。もしかして私捨てられちった？ヘビジョの本気という割には
リョウビさんとリョウナさんの姿が見えませんが、あの二人はリョウキと一緒にいたいんだってさ。まお前たちなら僕たち三人だけでも十分だしね。随分と見くびられたものです。ならばこちらはわし一人が相手になりましょう。夜桜さん、一人で戦うなんて無茶です。ユミ、ここはわしにやらせてください。海ではしゃぎすぎてしまったけじめをつけたいのです。わかりました。でもピンチになったら助太刀します。ありがとうユミ、感謝します。なめられたもんだな、僕たちも。まさか、あなたたちをなめるわけありません。だからこそ、初めから全力で行かせてもらいます。ハッハッ、
るのやるのやるの打ちつける、やるのでトレース台を作りたい。おお、待って待って、遊ぶんだったら私も混ぜてよ。たまにはこういうのもいいですよね。またおじい様の気配が。やっぱりどこかにいらっしゃるのですね。でもだとしたら、どうして涼希さんのように姿を現してくださらないのですか。おじい様、
最初だけよ。いってらっしゃい。これで全員かしら。とりあえず座って。ずっと思ってたんだけど、忍びの盆踊りっていう名前ダサくない？それが私たちを集めた理由か。忍びの盆踊りじゃなくて別の名前にした方が楽しいかなって思ったのよ。だって今のままじゃ盛り上がりに欠けるじゃない。そう？忍びの盆踊りって悪くないネーミングだと思うけど、古さの中に今があるっていうか、今仏教が熱いみたいな石回っていい感じじゃん。他に異論はないかしら。あるならどんどん言ってもらいたいんだけど。異論はないみたいね。じゃあ別の名前にするってことでいい？うん。で、どんな名前にするの？そうね。例えば私が考えたのは、ドキ忍びだらけの水上運動会っていうのはどう？うん、祈り運動会大好き。あたいもいいと思うぜ。ただしその名前の後にポロリもあるよ。もう追加してくれ。ルールも変更して運動会形式で櫓を壊していくみたいな感じ。どう？殺伐としてなくて楽しそうだし、簡単に終わりそうでしょ？いや、簡単に終わるなんてダメだ。そんな、早く戦いなんて終わらせて元の世界に戻りたい。黙れ紫。終わらない夏、終わらない雅の水着、それを僕は断然支持する。私も、もう少しここにいたいです。元の生活に戻ってしまったら、海産物の食事は終わりになってしまいます。黄泉の言うことも一理あるな。正直辛い。
野草三昧の生活は。ホムラちゃん、その言い方、野草に失礼です。え、お前が海産物の方がいいって言うから。海産物であれ野草であれ、私は一切の食べ物に差別も区別もいたしません。野草に失礼です。ちょっと待って。そうですか。うるさい、うるさい。私はお腹にたまるかたまらないかが重要なのです。楽しい感じにするのはいいと思うよ。でもばっちゃんはどう思うかな。だったらドキ、忍びだらけの水上運動会ポロリもあるよに変更決定ね。じゃあ早速始めちゃうわよ。ドキ、忍びだらけの水上運動会ポロリもあるよの始まり。待ってください、はるかさん。本当にそんなゲームみたいな感じで進めるんですか。そうよ、もう決まったことなんだから。別に参加したくないなら無理にとは言わないけど、でもユミちゃんが勝負から逃げるなんてね、ちょっと意外だったわ。別に逃げるとは言っていません。やっぱりそうよね、さすがユミちゃんだわ。じゃあ始めましょうか。まんまと乗せられてしまったな、ユミ。申し訳ありません。ユミちゃん、謝ることないって。ミノリは運動会やりたいもん。こんな勝負なら大歓迎だよ。それじゃ始めるわよ。第一種目はパンツ食い競争よ。そうよ、パン食い競争のパンツ版よ。簡単でわかりやすいでしょ。なんじゃそれは。
なんでパンツを食べなきゃいけないんじゃ。ああ、食べるってのはちょっと違うわね。口の中に含むのよ。含む？夜桜ちゃん、何興奮してるのよ。興奮？わしは興奮などしとらん。何が悲しくて、パンツを口に含んで走らなければいけないのだ。どう考えても変態行為ではないか。考えるんじゃないの、感じるのよ。そうすれば気持ちよくなってくるから。別に気持ちよくなんてなりたくありません。そもそもパンツは履くもので、口に含むものではないはずです。あら、そんなこと誰が決めたのかしら。パンツを口に含んでも頭にかぶってもいいじゃない。そういう柔軟な発想が輝く明日を作っていくのよ。そんな明日はいりません。はいはい、わかりました。でもドキ、忍びだらけの水上運動会ポロリもあるよ。をするのは決まったことだからね。早くさっさとパンツを口に含みなさい。悪い子ね。
新婚の夢に沈む。シキ、新婚の夢に沈むっきゃないね。いざ紅蓮のごとく舞い散れ。気持ちよくしてあげる。デスキス。どうやら私の勝ちのようね。それはどうかな。え？お前がパンツを食わせたのは麺の口。我の口は無事だったようだ。あらら、間違えちゃった。今すぐそっちの口にも突っ込んであげるわ。えい！月仙もパンツを口に含みながらでは力が発揮できなかったみたいね。でも
勝負は勝負。あなたたちはもう少し大人の戦い方を学んだ方がいいかもね。こんなのまともな戦いじゃないですって。あー、ダメダメ、そういうの。負け犬の遠吠えはみっともないわよ。さて、というわけで次の種目に行きましょうか。思いついたわ。おかえり。決めちゃいました。今日は何にしますか。あやめのおすすめは、コインたくさん入れると新しい下着が当たりやすくなります。新しい下着が当たりますよ。
新商品が入荷したらお知らせしますね。どれにしようかな。決めちゃいました。こまめな記録が大切ですね。記録します。